曲目はヴェルディ作曲「プラバスーレ」より「ミゼレレオ」、レオローラ正行寺優子、マンディート稲取健一郎でお送りいたします。実施女に育てられた若い騎士マンリーコとリューナ八尺の宮殿の女官レオノーラは互いに愛し合うようになる。しかしレオノーラを愛していたリューナ八尺は嫉妬のあまりマンリーコを捕らえて火あぶりの刑に処そうとします。マンリーコを救うためレオノーラは彼が捕らえられている牢に近づきますが、その時死刑執行の鐘が聞こえてきます。レオノーラが死の恐ろしさを歌うと、マンディートの声がこれに応え、